草木刀草木刀とは、草木に感謝し、その成長を願って混流されたと伝えられる石碑のこと。1772年に、米沢藩の江戸屋敷が消失、その再建のために、山形県米沢市、大浅入田沢阿ざし地平の山林の木々が、伐採され、1780年の4月17日にも、現在の米沢市荒町、道屋町、 建町などで大火があり、その復興のために大量の材木が伐採されたことに対する感謝の念が混流するきっかけになったと推定されている。とどろき不動村の草木供養費。2018年9月2日、撮影1780年、江戸時代、出羽国の米沢藩、上杉鷹山の時代に、米沢市、 大あざいりた沢に建てられたものが最初と伝えられ、高さ90センチメートル、幅52センチメートル、厚さ24センチメートルの自然石に草木供養塔と刻まれている。他には草木塔、草木供養業、山川草木四海上物などの碑文のものも確認されている。塔は自然石か、もしくは部分的に研磨されたものがほとんどで、 日本国内に160匹以上が確認されている。そのうち9割ほどが山形県内、しかも、たま地方に集中していることから、溶山の強権によるものという説もある。江戸時代以降も、主に林業の盛んな地域に建てられており、米沢市万世町市山、米沢市田沢、米沢市柳沢、米沢市津木などの木流しが行われたところに多く建てられている。また、 米沢市と隣接する川西町では24基の草木等が確認されている。昭和61年、米沢市三沢公民館前に建てられたものは自然愛護の精神を後世に伝えるためのもの。最近では山形大学が自然と人間との共生という観点から草木等の根流精神に基づく社会活動を行っている。 2019年2月、東京都町田市小野路町で、地面に原文と掘られている草木刀が発見され、国内原存最古の草木刀である可能性もあるという、ありがとうございます。